テロ組織から生まれた1億人を殺した危険思想。日本人と善悪が逆さまな国が沖縄、北海道、東京へと忍び寄り、日本を乗っ取りつつある。今日の日本を脅かす最大の脅威、チャイナ。その実態は、19世紀に西洋列強が掲げた帝国主義、植民地主義と変わらない。力が強い者は何をやってもいい。彼らの思想の中にはこの観念が根付いている。中華帝国ともいえる巨大な独裁国家の隣に位置するという危険な立場から、我々日本は永遠に逃れることができない。これは遠い未来の話ではない。すでに中華帝国に侵略され、故郷や文化を奪われた人たちがいるのだ。そして日本もメディアを操られ、最新技術を盗まれ、土地を買い占められている。チャイナの侵略の手はすでに上陸しているのだ。35年以上国内外の生の情報を集め分析してきた国際政治学者藤井元気は、今の状況に危機を感じ、日本に警鐘を鳴らそうと大学やメディアでチャイナの真実を語ってきた。しかし、真実を語ろうものなら大学からは追放され、メディアでもその部分はカット。このままでは知らぬ間に日本は中華帝国に飲み込まれてしまう。そこで藤井元気は日本最高戦略プロジェクトを発足。彼らが国を破壊し尽くす手口とは一体どんなものなのか。この巨大な中華帝国の脅威からどのように日本を守ったらいいのか。その答えに迫るため、藤井元気は4人の内部告発者に協力を依頼した。日本最高戦略第3期中華帝国論。日本にとって今一番の脅威の国、一番問題の国、露骨に言えば日本を侵略しようとしている国はどこかというと、これはまあ今のチャイナであります。我々はそのチャイナの脅威に対処しなきゃいけないんだけど、その脅威の根源である中華人民共和国、あるいはその根源であるところの権力体系であるところの中国共産党、これはどういう原理で動いているかということがわからないと、これ対応のしようがないですよ。第一作がですね、これは石英さん。石英さんはチャイナの四川省出身の方で、日本国籍を取られた方です。いわばチャイニーズの内なる視点からですね、中国共産党というのはまずどういう政党なのか、でこれを解明していただくと。もう一人のゲストはですね、林健良さんというですね、これは台湾の方を呼んでおります。中共帝国がですね、一番飲み込みたいと思って次にですね、植民地化して飲み込もうというターゲットにしているのが台湾なんですね。だから一番今脅威を受けている人間、まあ、脅威を受け続けてきた国家の人間として、チャイナをどう見るか、中国共産党をどう見るかという話を林健良さんにはしていただく。そして今、不幸なことにこの中華人民共和国に飲み込まれてしまって、植民地化されてしまったチベットやウイグル、その代表の人たちにも話してもらうと、複層的な視点で今チャイナという国は一体どういう国であり、その本質は何なのかということが相対的に私は分かるというふうに思います。日本の自由と繁栄を守るためには、この中共帝国といかに戦うかということが我々の世代の非常に大きな緊急の課題ですね。そのためにこれは日本人全体にぜひ見ていただきたいというのが、この中華帝国論の4本のビデオになります。ぜひご覧ください。チャイナから日本を守るためには、まず敵を知らねばならない。現代チャイナを動かす独裁政権、中国共産党、彼らの思考が読めなければ脅威から身を守ることはできない。それを読み解くには2つの鍵が必要だ。1つは中国共産党の成立史、後から作られた歴史ではなく、中国内部から語られる真実に目を向けなければその正体は見えてこない。もう一つはチャイナの内部社会に巣くう
歪んだ善悪の基準の起源、チャイナには共産党が倒れようと失われることのない脅威がある。それはチャイナ革命史の中で1000年以上刷り込まれてきた彼らの本質。その内容は日本の学者には正しく捉えることができない。内部から経験に基づいて実態を語ってもらわなければ手に入らないので、日本最高戦略ではチャイナの本質を暴くため、メディアや現地で語ったら自身に危険が及ぶような内情まで切り込んでいくことになった。天安門事件を経験、共に民主化を戦った仲間を失った。その時に中国共産党に絶望し国を捨て日本に帰化。以来日本のニュース討論番組でコメンテーターを務め、的確なチャイナ分析で注目を集める。藤井元気が日本一のチャイナウォッチャーと称賛する関平氏。はっきりと言って中国人にとって相続は全てですよ、うん、特に農村地域、この官僚がもしね、あちこちで賄賂を取って相続に奉仕すれば、これいいこと、それいいことです。相続からすれば、それこれ以上の、これ以上のない善です毛沢東が言った言葉で有名なことは、革命には行き過ぎが必要だと。非常にブルータルに地主とか富農を全部殺す、うん、そういう暴動、今までだからまあ仮想階級だった人、そのルサンチマンって恨みを爆発させて、うんうん、その金持ちの娘強姦しようが財産を取ろうが何でもやり放題だと、うん、そう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 、そういう悪のエネルギーを使って、うん、革命が、そうです、うん、チャイナというのは要するに人とか義とか綺麗な言葉持ち出すのは、要するに実際にはそんなものがないから、ないからだ、うん、中国の歴史はそういうもんですよ。結局凶悪が最後に笑う、一番大きな悪がね、日本ね、あの頃に本当にバカですよ。バカだね。外交的に中国に利用されながら、国内的に中国に叩かれる。だから彼と技術を、ね、絞り取られながら、そうそうそう、ね、それでもってじゃあ親日かっていうと反日をやられて、そう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 、でこれは日本が反撃しないからですよ。でもいずれにしても今後中国が唯一言えることが、うん、対外的にも内部的にも大変不安定な時代を迎えるんですよ。一言だけはっきりしていくと、今からチャイナに行くとかチャイナに期待をかける日本企業は本当のバカです。中国王朝の黒歴史、血で血を洗う国家の原則、日本は誰と戦っていたのか。中国共産党を肥大化させた日本陸軍、無法地帯か戦争か、日本買収計画の行く末、チャイナの脅威に立ち向かうため、その内部構造に迫る、本質を暴く、藤井元気の日本最高戦略第3期中華帝国論、中国共産都市編、募集開始。